Buonasera. Ma che sta facendo?手加減してやれって。なんだよ、パンツ一丁で起きるだけだ。経験あんだろ。だな。俺はこれを着る。お前も探せ。よし。オッケー、電源室に行くぞ。サム、どうだ。ああ、このズボンちょっと細すぎないか。それが最近の流行りなんだよ。マジ？似合うわけだ。鏡見て言ってんのか？タグ。じゃあ俺はこれからホールに戻るで。サム、どうした？サム？サリー？最高。みんな聞こえてるか？そろそろ電源室だ。もうすぐ着く。多分。無事だったね。無事なもんか。いや、一ヶ月は身動き取れなくてよ。あの馬は平気だった？人参積んでてラッキーだったぜ。知り合いでもいた？いや、気のせい気のせい。あんたのパートナーにはいつ会えるんだい？ドレック？そりゃ元パートナーだ、うん、近頃はずっと一人様だよ。奴はいない。うん、それは死んだってこと？いや、引退したよ、うん、足を洗って結婚したってさ、うん、そりゃ死んだも同然だな。ビクター・サリバン、久しぶり。エイフ、いつ以来だっけ？10年ぶり？12年？15年。すごいな、愛も変わらず。俺たちは死人のガラクタを奪い合っている。そうか。親の仕事を手伝ってるんじゃないのか？親から継いで、今はそっちが本業だ。随分出世したもんだね。出品されてるもの全部買い占められるんじゃないか？ああ、まあな。でもそんなのつまらない。俺が興味があるのはいいものだけ、うん、でかい山さん、今夜は何を狙ってる？うん、お前と競り合いはごめんだな。でもここだけの話、品物の順番が変わってる、うん、これは誰かが裏で手引いてるんじゃないか？ここにいる連中はみんなズルして金持ちになった。だからこういう場所では助け合える仲間が必要なの。なあ、こんなこと言いたくないが、アメリカ人の手下になったのか？違う、手を組んだんだよ。なるほど、うん、最強カップルだな。まもなく次のオークションを開始いたします。次のアイテムはトロット邸の木製の十字架です。そんじゃ、おじゃま虫は消えるぜ。あとは二人でごゆっくり。ちょっと待て、サリバ、なんだ知ってる？知ってる？それ何の話だリーフ。ナディーン、お前さんのパートナー酔っ払ってるんじゃないか？ごまかすな、ジジイ。どうやって潜り込んだか知らないが、もしあんたが十字架を狙ってるなら生きて帰れると思うなよ。あんたを死体袋に入れて。ま、そういうことだ。そんじゃ失礼するよ。
やれてんだ。よし、電源室やるか。なんで電源室を選んだんだか。Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? よし、いいぞ。で、ブレーカーはどこにあるんだ。ああ、くそ。サム、サリー、聞こえる？どこを突き歩いてたんだ。着いたぞ。かなりヤバかったけどな。とにかく電気消すなら大チャンス到来だ。パネルに近づくにはもうちょい時間が欲しい。そんなことしてる間にレイフが十字架背で落としちまうぞ。え、何？レイフ？レイフがここに？ああ、あのレイフだ。しかも今んとこ最高値をつけてやがる。なら整理過程。むちゃ言うな。どこにそんな金あんだ。どうせ最後は盗むだろ。政府に見抜かれたな。大丈夫。9万ユーロ、他にお声はありませんか。十字架が手に入らなかったら俺は死んだも当然だ。でも落札したら違う意味でおしまいだ。少し時間稼ぎしてほしいだけだ。信じて。いらっしゃいますか。よろしいですね。たく札が上がりました。現在10万ユーロです。ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。札が上がりました。現在11万ユーロです。こうなれとことん付き合うよ。札が上がりました。大丈夫、なんとかするって。頼むぜ。 OK、 鍵を壊さないと。札が上がりまして13万ユーロです。ただいま14万ユーロです。こちらの男性ありがとうございます。15万ユーロとなりました。おい、なんかあるだろう。頼むよ。現在16万ユーロです。他にお声はありませんか。そちらの男性17万ユーロですね。ただいまの金額は18万ユーロとなりました。やった。値段が上がりまして15万ユーロとなりました。スイッチの前に来たぞ。いいか。いつでもいいぞ。サリバンはちょい待ち。そちらの男性、提示額は20万ユーロです。50万ユーロだ。さっさと決めるぞ。ありがとうございます。50万ユーロという提示額が出ました。入札を続けますか。
ヒヤヒヤしたじゃないか、サリバン。あんたを殺すとこだ。そんじゃ、あのバカのナゲッツら拝見と行くか。いらっしゃいませんか。いらっしゃいませんね。それでは決まりました。50万ユーロです。皆様どうかご安心ください。非常電源がすぐに入ります。ないぞ。どけ、道を開けろ。離すな。おい、そいつを止めろ。フェルモ、何やってんだ。逃がしやがって。言葉分かってんのか。スパリッシュ。サム、十字架取ったか。聖ディスマスならここにある。拝むか。いい感じで大騒ぎになっちゃってるぜ。ホールは封鎖、警備もバッタバタ。おい、サリバン、車はどこだ。正面の道まで来い。一番明るい場所だ。そこで待ってるよ。もう平気だ。顔も見られてない。深呼吸して華麗に脱出だ。おっと、失礼。ここは立ち入り禁止。お互い様、コシオ、二人の秘密にどう。あなたすごく素敵なもの持っているわね。マジ。いや、その悪いんだけど、俺ってば奥さんいるんだよね。ってことでごめん。隠し通せるとね。十字架像を渡して。お嬢さん、俺が紳士でよかったな。出なきゃ。なあ。そうかい。あんまり気が乗らないけど。かかった。気なる。動きがバレバレ。少しは手加減しないと。残念。
今のはわざとサービスだ。さあ来な、お宝をよこしな。お宝つっても山ほど集めてきたし一体どれのこと言ってんの。わからないなら教えてやるよ。いて、ちょい待ち、まだ時差ボケなんだって。今回は引き分けでどうか。あ、くそ。観念した。まだ生意気な口聞くつもり。なあ、あんた、マッサージ下手って言われない？背中がかなり痛むんだけど。わかった、待てって。後ろのポケットだよ。どこにある？え、どうだ。よし、準備はいいぞ。どこにいんだ。ちょうどナディーンとお別れしたとこだ。彼女最高。そうか、むしろやばいことになってる。みんなパニックっちまってひっちゃかめっちゃから。二人とも急げ、早く来いよ。姉さん、どこだ。さあな、そっちは。ホールの近くだ。途中の丸い看板みたいなのを探せ。丸い看板、よし。銃を手に入れてやったぞ。後でな。え、よし、大丈夫、大丈夫。やべえ。ラッシュン、スウェンゲンニャン、何してる。見りゃ分かんだろ。姉さん、受け取れ。おい、マジ嘘だろ。ナイスキャッチ。いい腕してんな。平気か。ああ、なんとかな。ああ、そっちには行けそうにない。降りられるか。ああ、多分な。よし、じゃあ車で待ってるぞ。ホールへ向かうんだ。分かった、後で。こっちも立ち往生だ、どうすりゃいい。ホールを抜けるのが手っ取り早いぞ。封鎖されてるんだろ。いや、でもお前らと分かって解除したみたいだ。じゃあホールに行くか、いいな姉さん。あ、分かった。Aspetta. Facciamolo fuori!
よし。もう少しでホールだ。姉さん、身動きが取れない。手を貸してくれ。サム、待ってろ。いいね。Laggiù, ho sentito qualcosa. Andiamo a dare un'occhiata.何やってんだ、レイさん。よ、元気？もうオークションはコリゴリだぜ。だな、もう真っ暗。分かった、行くぞ。
よし。地獄に落ちなきゃいいが。くそ。なんだ。体。は？な。あ、くそやられた。さすが兄弟。よし、ドクロマーク。いい感じだ。エイブリーの印だ。俺は？オディエ。メクムエリスインパラディソ何時我と楽園にあるし俺はキリストが聖ディスマスにかけた言葉だなでもこの数字は何だと思う何かの暗号か電話番号いいか西暦だえほら1659エイブリーの生まれた年か1699ときたら死んだ年だ資料によればそうだな。ってことは、生まれた年、死んだ年、それに楽園。エイブリーの墓を探せってことか。聖ディスマス大聖堂。ちょっと待て。あそこはレイフが散々探したんじゃないのか？ああ、大聖堂をね。シンボルを見ろよ。ああ。これはスコットランドの古い墓石にあるやつだ。だろ？で、こっち。ここの設計は変わってる。うん。ここが大聖堂。でも墓地はこんなに離れてる。レイフは的外れだったってわけか。その通り。よし、スコットランドに行こう。まあまあ、ちょっと待てって。当然レイフが待ち構えてるだろう。それはついてから考えればいい。のこのこ出て行ったらあいつを喜ばすだけだぞ。しかもナディーンと傭兵部隊までお待ちかねだ。でも奴はこれを持ってない。海賊史上最大のお宝が目の前にあるんだぞサムを救うためじゃなかったのかそうさでも同じことだろサムを救うためには財宝がいるんだエレナには何て言うんだおいおい全くいやそんな単純じゃないいいかずっと二人で冒険してきたんだろこれは理解しないさもっとあの子を信用してやれリスクが大きすぎるサリバンの言う通りだ状況が変わったレイフが関わってるここからは俺一人で大丈夫だよそうか貴重な意見をありがとう悪いねもしもし俺だ、うん、いや電波が悪いんだ、うん、何か言いたいことでもなあその大変だったことは分かってる無所で何年も気の毒だったと思ってるさ、うん、でもネイトのせいじゃないそんなこと言ってないさ足を洗うのには随分時間がかかった脅しちゃいない自分で選んだこうなる運命だったんだよ本気で言ってんのかあんたはなんでここに俺はあいつの子守役ってとこさいや数週間で帰るようんもちろんOK 愛してるよじゃあエレナには仕事がちょっと長引いたって言っといたよ嘘は言ってないだろだろほらどうするサムを助けてやろうぜま、スコットランドでちょっくら観光でもしたいと思ってたところだ。おい、レイフは派手にやってんな。大聖堂にかかりきりってとこみたいだ。ってことは墓地は俺たちで独り占めできる、はあ、サリあ準備 OK だ用意しないと頑張れよな来ないのかいやほらエスカレーターがありゃついていくんだけどわかったすぐ戻るおいネイトなんだピカピカなやつを楽しみにしてるよ任せとけよし
エイブリー船長にご挨拶と行くか。